テナのセイントだね。地上に危機が訪れようとしている。かの海王ポセイドンが復活しつつあるのだ。ポセイドンだって？ポセイドンとは世界の海を束ねる神。地上を侵略しようとしたアテナの旧敵だよ。でも伝説のセイント聖夜たちの活躍でアテナによって封印されたはず。アテナの封印か、うん、あの時沙織さんがさらわれたから。ポセイドンを封印する方法はただ一つ。トリトンのスケールを手に入れ、ポセイドンを倒すのだ。トリトンのスケール。ポセイドンは今、地中海に浮かぶ孤島、タラッサ島の地下神殿にいる。神殿には結界が張られており、ポセイドン以外は入ることができない。トリトンのスケールとは、ポセイドンの力が宿った戦闘員。それをまとったものならば、ポセイドンの結界を抜けることも可能だろう。そしてこれはアクアドロップと呼ばれる石。これを7つ集めればトリトンのスケールに変化する。それで残りの石はどこにあるんだ？残りもおそらくそのタラッサ島にあるはずだ。ポセイドンが復活したのならアテナのセイントとしては放ってはおけないわ。もう一つ言っておくことがある。トリトンのスケールを身につけられるのはただ一人。結界の奥に行けるのはそのものだけだ。俺が行く。沙織さんは俺のせいでさらわれたんだ。そのせいでポセイドンの封印が解けたって言うのだな。俺が何とかする。バカ野郎、危ねえと分かっててお前だけ行かせられっかよ。そうだね。ではこうしたらどうかな。お前たちが競い合い、一番強かった者一人が行くのだ。競い合う。一人が一つのアクアドロップを持ち、修行のつもりで己の意志をかけて戦うことで互いを高め合うのだ。そして最後まで勝ち残った一人が結界の先へ進めばよい。なるほどな。よし、一丁やるか。ちょっとソーマ、セイントホイントじゃ甲賀にやられたままだったからな。甲賀に調子に乗られたままじゃ納得いかねえぜ。言ってくれるじゃねえか、相馬。だったら俺も負けねえぞ。だくも。それではこの3つのアクアドロップは誰が持つかな。僕は遠慮しておくよ。他のアクアドロップを島で見つけるから。俺もいい。ではこの3つは残りの3人に渡しておこう。I'm not afraid of the dark.
探してほしいからね。
そいつは助かるけど。僕のことなら気にしなくて大丈夫。ここそんじゃお願いするか。よろしくな、ソレント。こちらこそ。で、どこに向かうんだ？そうだな。ポセイドンがいる神殿は島の北端にある。そこを目指しながら怪しい場所を調べていこう。了解。他のみんなも神殿を目指すんだろうしな。なんだ？誰かこっちに来る。って、あれは？やっと追いついたザンス。久しぶりザンスな、コウガ。一先輩、なんでこんなところに？いや、ポセイドンが復活するって聞いてよ。俺も何か手伝わなきゃならねえザンスと思って慌てて駆けつけてきたってわけザンス。これまでの俺と思うんじゃねえぞ。いつでも
相手になってやるぜ。じゃあな。よう、コガ。ソーマ、お前もこの辺にいたんだな。まあな。そっちの調子はどうだ？アクア流砲から受け取ったのが一つ。今のところそれだけだ。流砲にね。そうする。まあな。意外だったか。いや、そうでもない。パライストラを出てからお前も随分成長したからな。流砲に勝ったとしても驚きはしないぜ。だがな、お前以上に俺も強くなってるんだぜ。一つアクアドロップをかけて勝負しないか。お前らしいな。そんじゃ久しぶりに戦ってみるか。およ、いつかの借りここで返してやるぜ。離れろと言っている。
シャイナさん、どうしてここに。シャイナさん、お前。そうだけど、一体どうしたんだ。その男は私の獲物だ、ゴマ。獲物？どういうことだ。何があったか知らないけど、この人は俺たちの仲間だよ。聞こえないのかい。私の言うことに従えないなら、こうが。まずは。一気に決めるぜ。ラウンド1、ファイト。あいつらと戦ったことがある。あの男。
余計なことを言わなければ長生きできたのだが。お前、一体どういうことだ。説明する必要もあるまい。さらばだ。シャイナさん、シャイナさんは俺に任せろ。お前は奴を。そうか、わかった。おっと、こいつも持ってけ。シャイナさんの持っていたアクアドロップだ。コウガ、それはお前が持ってろ。わかった。そうか、シャイナさんを頼んだぞ。おう、早く行け。
私が君に勝とうが負けようが運命は何一つ変わりはしない。結局のところポセイドン様に倒されるだけのことだ。それでも私に勝ったことは賞賛に値する。さあなぜ俺に渡す。アクアドロップが全て集まった時に君の運命は終わる。それまで束の間の勝利に酔いしれるがいい。Yeah.
せ。しかしお前が反逆者で。サンキュー。礼はいらぬ。ああ任せてくれ。Yeah.
前ともいつか分かり合えると思ってるぜ、エデン。私に勝つつもりではあるまい。なぜお前たちは勝ち目のない戦いをするのだ。たとえ相手が神だろうと、実は俺がセイントだからだ。覚悟はできているようだな。だが分かっておろうな。お前が口にした言葉は神への冒涜。まさらなかったことにはできぬぞ。人間ごときが神に逆らうことの愚かさ、追い知らせてくれよう。人間ごときだと上等じゃねえか。たとえどんなに力の差があろうとも俺は負けない。必ずお前を倒してみせる。
強さだ。これで完全に封印が解けたら、どれだけ感ずるには及ばぬ。何？その心配はいらぬと言ったのだ、ペン。真の力を取り戻していないとはいえ、だが、いくらお前たちがあがいても。いや、そんなことはない。何度お前が蘇ろうと、その時代のセイントが必ずお前を止める。